い、というわけで今回西宮に帰ってきました。今回、まあ、スペシャルゲストと飲み歩きをしようと思ってるんですけど、普通の飲み歩きじゃないね。めちゃめちゃヘビ、なんすか今回かなりシビア。なぜかというと、その人物ほとんどの店入られへんやばい。この人物と今回あの西宮に飲み歩き、多分皆さんご存知、坂田圭吾です。マジケイコと今日のおいお前らこれちゃんと読めよ。なんだよこの T シャツ。アイラブジョー婚約者の坂田圭吾マジケイコや。ちゃんと書いてきた。黙れ。ほらお前のためにヒットしてきたんや。今日顔パンパンっすねマジで。昨日リーさんと飲みすぎてギャーになってるやん。いやもうやめて。飲みすぎた。飲みすぎた。また汗かいてる。やめてくれ。ええからもうキスとかもそれ。普通に喋れ。普通に喋れ。普通に喋れ。ほんま普通に聞いてあげたい。どうしあんためっちゃ気持ちよさそうな顔して。今多分3回ぐらいしちゃう。今回あの飲み歩きをしたいと思います。入れる店あんの知らないな。入ったのか全部。ほんで何やわ。入れるわけないやろ。入れるわけないやろって俺好きやろ。え、八重くはだからなんかもう嫌われてんねん。なんかお前あんな優しいマスターたちがおる店できんってことはどないなんやって。だ俺がおったら入れんじゃん。それ試してみよう。試してみよう。レッツラゴ。いやでもこの間マブハイもできないでだよ。じゃマブハイマジで淡路山丸、まあ有名な元ヤクザ一回だけで気になりました。ほんまになった。一回で気になったら終わりやん。いやなんか西成中で噂になってんで、あのチェッチェがあんなに切れることを見たくしない。奥さんが帰れ帰れ帰れ言われた。お弟子さんにめちゃめちゃ切れられた時か。何したの。絶対私のこと好きやろ。たま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 全部 P や。食べません。私の大物は関係ないから。私が一番大物だからな。ちょっと今回行こう。だから行って行って回って、もしできんなっても謝らなあかんわ。で、なんでできんなったかも聞こう。行こう、うん、一回。あ、オッケー。決めてるわ。決めてるわ。明日撮影するって LINE 入れてんけど、あんたのために頑張ったんや。もう部屋行くで。ほんまに私って可愛い女や。うるさい。3件ぐらい行こう。おらよ廃墟ばっかり見とる。なんか感動して泣いとるんや、お前の動画見ながらなあ。お前は見んな。お前が入ってるやこれ。おいジョーのファン見ろ。これはできんなんで。見て見て。これはできんなんで。でさ、最近めちゃめちゃ有名だったの。やばいやばいやろ。ニューヨークでバズってるらしい。うそ。へぇ。昨日新種のスネアゴルが言うてロード・オブ・ザ・リングの。さあまたこれまだ出るんやろこれ。あるな。また出る。これだ。スネアゴルからあれ調べたい。私の昨日飲みちゃう。飲みちゃう。後で行くわ。後で行く。昨日顔引きつつええって顔なってたよ。なんけいちゃんを守って城を守って早い。時折可愛くなるんや。え、ジョーブルグの動画出すやん、うん、ほんなら歩いとったらやっぱジョーブルグの視聴者さんがうわっ声かけ、はいはいはい、坂田圭吾みたいな、そのまんまレディゴーついていくやん。そうっすね、うん、だから歩くキャッチみたいになってる。歩く広告塔みたいになってる。どっか西成でいいミスないですかって言ったら絶対あんたとこ一番潰れてるやん。自分入れるとこレディゴーしかないねん。手のつなぎ方があんまりわかる。さあんたな、もうちょいあんたに愛がない。もっとギューってして、ちょっとギューってして。見てマニキュアこれ。スキルはハゲハゲやないか。手の方がマシやろ。こんにちは。てかうちなんかやばい、人に声かけられすぎて撮影ができないぐらい。ありがとうみんな。ありがとうございます。ここマジで、うん、ジョー君が言っても無理やって、うん、ガチで無理やん。なんでそんなんの。行ってみよう。いや行ってみようって今おらんから。もうな、おらんわかってる。ジョー君や、もうな、分かってね、声かけられるの。ちょっと来て、お願いがあるからちょっと来て。ほら、ほんまに入っちゃったんだよ、ほら。結界や。はーい、参加でーす。あいつできないや、やっぱ。いや、お前、何できないや、お前。だって、ジョーの婚約しやから、お前はあんなと思って。ジョーの婚約や、お前が言える。何でよく分かんない、しばくとしないに。やっぱあかんねや、中入れたあかんねや。おい、やれやるか。おい、最後よ、来い。ほら、出やはよ。早く行けやは。
一緒に来たから言うたってお前入られへんねんからな。分かってるやろな。あかん。ほな外にしよう。外やったらいい。外やったらいいや。相場で飲んだろばもうな、外や言うてもお前な、もうお前な、大変恋愛やろ。お前のこと私は好きやし、ジョーも好きやから恋愛やろ、お前。いっぱいだけやろ、お前。分かってるやろ。知らない。ありがとう、父がない。ありがとう、父がない。確かに父がないな。あのね、3体目に開かないだと一緒や。言ったか、絶対言ったかも。お前な、3体目に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 おばちゃんです。3体目に私のこうやって進むとって何だお前、父がいたのおばちゃん、普通よ、父がいたのおばちゃん、はい、どうぞ。一生お前は片思いで済むんじゃ。何がおすすめ、今日おすすめ、私やんか。私しかないよ。ありがとうございます。優しい。みんな優しい。何にしようマジで。肉もやし。何がいいんよおばちゃん。そらうちゃんの骨やがな。骨付きや。まあ時間かかるからな。あ、時間かかる。時間かかるから。かけてんやつ。まあ、おでんかなんかしときやもん。あ、おでんあが熱い。おでん。あ、そういう時に熱いもん食べるのが元気になんねやな。肉もやしにしよう。おばちゃん、肉もやしな。西成中で噂しやんねん。せや、自分で勝手に言うやん。実はあいつ、私のこと好きやでって。ほんでな、自分で言うやんからな。自分で言うなんから、いっぺんなおばちゃんからジョークに聞いとってやん。ああ言うだな、かわいいやな、私な。もう2億もらってもない。きつい女しかな、ジョーは好きにならないはずや。当たり前や、当たり前やろが、きつい女やけど、ちゃんと2億もらってじゃあもう今惚れとるから、あ、ごめん、みんなごめん、これ演技やから、どうもごめん。何倍言うても聞き目ない。黙れ、どうもすいません、ジョーは私のこと好きやね。でも有名になってきてるから怖いねん、こいつ大丈夫かなって。どっかでほんま、なんか噛まれへん。あかん、入った、入ったもうピーや、ピーや、カナーカや、カナーカや、カナーカや、びっくりした今。もっとジョブロックしてほしい。カナーカな、エビゴの常連、はい、乾杯。もうこれすごいカットやで、今からここで飲めるっていう。私さ、デキの女が、いやデキの女なりや、伝説のカット。そう、乾杯。あ、これ多分ここそこカメラあるんやけど、今社長が見てたらつまみ出されるかもしれへんけど、あ、ジョーカーって言ったら、うん、オッケーかもしれへんな。ラッキー、いただきますばなんだあんな、私も挑戦者やね、うん、デキンの店こうやってこうやって偉そうにこうやってするのが。もうええわ、いただきます。 あんたの絶対好きな食べ方分かっとんねん。卵の上にパテさん。あ、それは好き、それは好き。あんしたあんしたなあ。卵の上にポテサラを乗せるのがジョーが好きやと分かる女おるか、おらんやろ。わしだけや。はあ、残念だ。なんで顔出すの嫌なの。いやすいやすいや、すごいな、うちはもっと顔出せ、顔出せ、ブー顔出せやのに、新薬の顔出すやば。人とか寄ってくるやん。いやいや、もっと寄ってこいや。僕苦手なんですよ、そういうの。うちはもっと寄ってきてほしい。いや、マジで結構です。かわいいやろ。もっと寄ってこい、おら。死ぬほどうまい、この肉もやし。うまそう、めっちゃ。これバリうまい。えぐい。ちゃうねん、ジョーってさ、すごい美味しそうに食べるやん。めっちゃうまい、これ。え、マジでうまい。美味しそうに食べるって言うな。美味しいねん。マジでうまいねん、これ。今、白ご飯を炊いてあげたい。白ご飯を炊いてあげたい。それの上にこれを乗せて、バクバク食べさせてあげたい。これ冗談の時にうまいわ、これ肉もやし。だから、なめぶっすんのや。白ご飯を炊いてあげたい。トップオブトップ、トップオブトップ、このナリアのマジでうまい。あんたのさ、食べ方がなんか泣けてくる。わかる、なんなんかな。おかんの店。いや、おかんの店なの。ウイプリ返りって、だから勝手に身についてんねんけど、海外とか行ってもさ、うまくてうまいって言ったらすぐ友達になれん。でも向こうの人からしたら、ご飯を食べてほしい、これご飯おいしいって言われたらめっちゃ嬉しい。じゃあね、人がご飯食べるときって人間のほんまの姿が出るんよ。うん、わかる。ぽいこと言うな。ほんまっぽいよ。生き様やら人間性やら全部出るんよ。それは私分かったの、うん、だからあんたのご飯の食いっぷりに感動するんよ、うん、こんな料理作りに行くやん。さあ、なんだろう。2軒目行こう。え、でも八福
中国出禁って結構やばい、うん、毎回出禁出禁って、SNS でもこの女出禁やからと言ってマジで。あ、でもあれや、子供食堂とかやってるみたいな、さすがに子供に合わせて一回話しといて森ちゃんにこうな、見えてんねんよ、あ、見えてる、なんかおるやん。こいつ、え、こいつ、あ、無理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 、わかんねえ、無理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 、もう無理やわ、あの無理とかそういう事件って保険料だよ、保険料、無理だ、なんで坂田圭子できんな、生理的に無理。シンプルなやつや、これ無理やわ、これ無理やわ、入らない、入られへん、マジは。ほなほな、もうじゃあ外で乾杯しよう、もうお客さんおね、ほらお客さんおるから無理やもん、あ、お客さん、ちょっとそこ正座しろ。そこで正座。飲みて、あちこじんさん、切れていただけますでしょうか、よろしくお願いします。あかん、めっちゃ顔面切りたい。顔面切って、ハイボールちょうだい、ハイボール、いや、最近毎日来てると思う。毎日来てるから、毎日で客を呼んでる、跳ねられろ、昨日はもう一昨日も来てる。で、聞いて、歓迎してる、坂田出禁なんだ、ここに何人ほんまに無理やごめん、動画撮ってんの消えて。あの、私は消えません、私は消えるわけないやろ、マジで。どう、一緒に何か食べようか、あんしたるから、いや、一緒よ、一緒よ、わしのシンプルにキモい。オッケーオッケー、何しようかな。ああ、みえるちゃん、うちの嫁を呼ぶな。あの嫁の嫁で、あの嫁と同じぐらい私が来るよ。唐揚げさ、唐揚げ、あとあの ライスコロッケ、あ、今日ないですね、わあ、めっちゃ好きやね、今日クリームコロッケのコンポタコロッケ推しやね。あ、じゃあそれどこ行ってんの。まあまあできんですね、初めぐはまあまあちゃん完全にできん。でも森沢さんがおらん日はしれっと入れるね。残念でした。ちゃうね、信じず嫁がな、甘いね。そうだって優しいもん、うん、さんは。おい、座れ、ほんま、すげー、はよ、座れ、言うとるやないかい。確かに、ただ今、西成八重君に行ってくれました。あの、坂田圭子のことを知らんお客さんもいっぱいおるわ。そうですね、よう、西成で生きてんな。でも、ナンバとか行ったら終わるやろな、捕まるやろな。おい、ナンバ行って、この前ハングレみたいなやつにめっさ困れて、うん、わしもっと行かなあかん思てやらかして、ちょっとなんかやばいことになった。このモーニングランチはマジで安いし、うん、マジで500円や、毎昼来てるんで、うん、あの毎昼来てくれたら、あの会えます。そうですね、マジで毎昼来てる。あのジョーと最初だけあの嫁がジョー君来てくれたでって言って、なんかめっちゃ来てくれるなって言って喜んだの最初だけ、最近今日もジョー来てる。慣れてもうたんや、やばいよなって。500円ランチ、えげつないぞ、動画見てくれ。これだけや、あれつけといてくれ。なんで亀田四郎さん風に言うの。それだけ。あの、ちょっとあのモーニングデートするから、お前もまた見に来いや。ここで食べる。ここでしかないよ、唐揚げと、足やろ、みきちゃん、ありがとう。こっちがコンポタコロッケです。うわっ、うまそう。普通のクリームコロッケです。うわ、うまそう。なんか外で食うてるか、花火みたいになってる。あんたはな、食材を何でも美味しそうに食べるや。なんで泣いてんの。そんなところで泣きます。コンポタコロッケ、俺初やから、ここでやっば、めっちゃ肉厚すぎる。すげえ、肉は入ってない。あ、どういうこと。コーンポタージュ徹底的に煮込んで中の具材にしてる。やばい、うまい、トンブラーキャー、うまっ、あ、めっちゃいい、これトロトロや、トロトロ、うわぁ、お前怖いわ、ほら、回して、お前これ、おい、お前回しとるや。絶対なんかするな、そういうのやめて。なんでやー。あ、うまい、うまい、トンブラーキャー、テロペ、あおが、まあ3秒ルールやろが、中のうちを。あ、これ絶対うまいやん。あ、食い方も汚い。全部汚い。ジュージャーも汚い。私のジュージャーとジョーのジュージャーと一緒でめっちゃ濃厚。うまい。違うね、濃厚やって。初めて食べた。この世界から消えてほしい。あ、消えません。この世界休めんたらするんで、誰に動揺されたらゲームでコロッケ1位やな、マジ1位マジ1位やな。
食べたことなかったな、まだコロッケ。マジうまい。やばい。おとついクリームコロッケ作って、うん、昨日コンポカコーヒー。おじゃ、ありがとう。はい、ありがとう。二度と来んなよ。ほら、二度と来んなよって、映画とかドラマでしか聞いたことない。ほんまに言われる人っておんねんな、二度と来んなって。唐揚げ食べれたぞと一緒に。いや、でも次は俺、銀次。銀次ってあの串カツ、はいはい、ギリギリだ。ギリギリじゃギリギリってなんだね。今回俺偉いのが全部一応外にベンチみたいなある。あ、確かに確かに。店選んでる。うまいわ。なんかあった時に一応全部ベンチあるから。あ、お疲れ様です。だっておい、西田るけどさ。あ、言うな言うな。お世話になって。インスタとか全部見てんねん。そうやねん、そうやねん。俺も YouTube 見てくれてんねん。そうやろ。警察の人ちょく見たよ、この間っつって言ってくれるから。満州って呼ばれんねんだから。あ、マジで。もうあの西成警察からな。だって一回レディゴーの前にバーン警察パトカー止まってさ、あ、お疲れさんですって言って出て行ったら、あ、親父さんとか妹さん元気って言われて。あ、元気って。あ、それだけそれだけ。西成警察すごい最高。わ、でも今回でもいい動画やで。うん、面白いし、西成のいろんなとこ伝えれるやん、うん、人間関係とか。そう、じゃあ次、まあ3ゲーム目やな、ほぼラストみたいなもんやわ。あ、やるわ。どこだったとこ。あ、レディゴーの近く、向けのおちゃん入っちゃったね。あかん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 。ほら、赤いわ。言われてるやんけ、もう。ほら、なんで何できなんすか。婚約者連れてきたやん。え、マスター、マキちゃん、婚約者のジョー連れてきたやん。ほんまにできんやん、もう。シナリ中の店できんやん。あ、表でいいすか。ちょっとごめん、表で。え、表やったら。待って、いや、あの、マスターと俺掘るから表やったらいいって。よかった。本当にありがとうございます。坂田恵子、表やったら OK いただきました。あんたのおかげやん、チューしよう。ガリンク、僕ハイボールと何がいい。ポンチュー。ポンチュー。あの、みんなに説明しますけど、ポンチューっていうのはあのポンジュースのチュー入ります。あ、そうですね。はい、うん、だからそういう顔せんといて、私に対して。めっちゃ辛い。あの、めっちゃ仲ええ言うてました。でも絶対私のこと好きや。ここなんでみんな私のこと好きやの。できんできんできん言うや。めちゃめちゃ仲いいってこと。絶対一回、私何回抱かれた。何回も抱かれてるんですよ。銀次やったらギリギリいけるって言ってましたもん。抱かれてんねん。だから俺実は電話しといてん、一応。はいはいはい、そんな絶対酒だけ飲まさんといてっつって。なるほど。ちょっとジョーと浮気していい。大丈夫大丈夫。じゃあジョーと浮気するな。3回4回ぐらいやったな。ごめん、ジョーと浮気します。どうも、ズームだー。もらんね。どっか行ってんの。逃げてって。宣伝書ってね、本中発祥。あ、そうそうそう、商業登録してここ。そう、え、やっと。西成屋からかけて、うん、あれに、はい、この店に許可取って西成で。じゃあ、あなたも私のなんか登録許可を取って。マンシュケイコ、ジョーの婚約者。どう思います。6238943535。おい、登録してくれ。パパ、パパ、おはようございます。まさかの。じゃあ親父に絡むな、お前。パパをめっちゃ嬉しそう、私とって。違うわ。パパ、また今も口説くんか。どこがいいね。ゾウのパパ今来たんや。俺の親父にマジで絡むな。いや、今、ゾウのパパ、シャー来て。俺の家族だけは絡まんといてくれ。いや、あの、絡むとかじゃなくて、シャー来て、シャー私の顔見て、シャー中入ってきたから、もう逃げてったから。じゃあ、まあ、撮影もしてるしな、こっちで。だから、食う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 、もうええわ。食べさせたいよ。いいやね、一番。あんたのこれぐらいか。熱い。熱い。笑った、あかん、笑った、調子乗るから。いただきます。アスパラは最高。うん。いや、塩塩塩塩。ソースや、絶対。私のなんなら出た塩かけるか。ソースやわ、絶対こっち。おい、するか。絶対アスパラうまい、ね。私の塩をかけるかと言うとる。するか。ここの口がつく一番ないわ。でかないわ。うん、でかい。全部でかい、身が。めっちゃでかい。でかいし、安い。安いやな。で、これ何倍かな。アスパラは、とタコは150円。うん。それが90円。そうそう。で、あなたのチッポも90円。まあ、食べんもんで遊ぶな、お前。だよ、ペロペロペロ。いや、10のチップ作ったら、こっち怒ったってよ、お前。あー、俺がわ。坂田恵子が、こうやって普通に飯を食ってるっていうところって、レアやな。いつも酒ばっかり飲んでる。レアやな。
飯食えないな。めっちゃ食う。なんか部屋の隅のホコリとか食べてるんじゃないの、こうやって。いよいよ妖怪やん。じゃあ一緒にホコリ食べよう。ホコリ丼しよっか。なんやねん、ホコリ丼。ちょっとこれえげつくない？でっかす。あ、それハムやで、ハム。それ俺の、俺の。これか、これ。これハム、ハム俺好きやで。今半分分けしよう。いや。夫婦というものは、食べたいものを半分分けするもんなんや。わかるか。うんうんうん。あんたはちゃんとこれちゃんと半分分けしてた。半分、ああオッケーオッケー、わかった。じゃあ特別な、今日はもう撮影もあるし。お前な、撮影うるさいだよお前。撮影やから今日。関係ないね、撮影とか。カメラ回ってなかったらそんなことせんやけどな。するやん。せんわ。うまっ。ハムパイうま。絶対うまい。これすごいわ。すごい。いやいや、なんか。昭和の最高の女やからちょっと塩だけかけたって、うん、今半分分けしといたけど、うん、あちゃんと旦那にあげるタイプや。わかるな、これが最高の女や。外で暴れて陰で旦那に尽くす、わかるか。うまうま、パクパク食べてる。うまっ。お前がうまくパフィンだよ。何を見せられてんのかな思って。ほんまに。いや、これでいいよ。な、夫婦というのはわかるか。嫁な、わかる。愛する旦那さんが半分あげると言うても、おいしそうにパックを食べとったら、私の分まで半分あげるというな精神を持たなあかんのや、昭和の女や。わかったか。それが私に坂田家行こんな。でもやっぱ思った今日。なんすか、できんよ。おう、できんよ。この感じでずっとうわーってテンションで喋ってんねんで、うん、他のお客さんもおるからな、うん、でもな、喧嘩とかしたりとか。いや、でもな、今日はジョーが見たのは分かってると思う、うん、今日3テープ行かせていただいた、うん、全員できんやけど、お前のことが大好きや。ジョーもは横におる、お前の婚約者は横におる。外でおとなしく飲んどいてくれ。お前のことが大好きやと言ってくれた、それを知らせてくれたジョーにありがとうだよ。わかったか。うまかな、何。もうレディゴーで飲もう。あ、行きましょうか。レディゴーやったら、まあ、お客さんとかが視聴者さんやから坂田恵子のこと知ってたりするから、うん、やったらまたええねん。行こう。違うよ、ここは西成芸人。よう知っとんな。よう見てるな。はいはいはい。見とる嫁やから見とるに決まってるよお前。ここぐらいやで、できんじゃないの。おっちゃんどう思うよ。さあ、どう思うよ。なんかまあ、うるさいけどな、まあ、お客さんも連れてくるし。あーせやな、いたら盛り上がるし。だんだん盛り上げだな。優しい。俺の言うことは聞くから。せやな、おっちゃんの言うことは聞くねん、なぜか。そうそうそう、また知らんけどな。なんでなんやろな。うちは前、いいじゃん。いや、あんたの、あの、射程の方です。射程じゃないけど。まあね、ここであんたの大切な人は、私の大切な人や。おい、お前ら盛り上げろ。動画載せるぞ、イエーイイエーイ。一瞬だ